こんにちはククラシックギタリストの高橋義太良です今回はですね前回に引き続いて決断することということについて話をさせていただきます決断するというのはねその字に書いてある通り立つことを決めることを意味します、まあ、つまりですね何かをするということも大事ですがそれはですね同時に何かをしないと 何々ををししないといとととうここ決めることも意味します、えー、とちなみにですねあの私、調べたのですが決断の言葉の由来ですけれどもこれはですね昔の中国の話で川が氾濫したんですねそして、あふれる水を、まあ、どうにかどこかに流さなければいけないということで、まあ、その川下にいくつかの村があったわけですが、まあ、申し訳ないという。 ことですけれども、まあ、できるだけ被害の少ない村に、えー、と水を流したということで大多数の命が救われたという逸話があります、まあ、大多数の命ですからその水を流した先の村はダメになりました、ね、そういうことはありましたけれどもあの、まあ、大多数の命は助けられたということがあります、まあ、これはこう今のこうウイルス騒動の、ね、政府の対応 もうそういうふういに、ね、思い切った決断をしてほしいなと、まあ、全員がこう喜ぶとか全員が納得する決断というのは一個もないですからそこはみ国民も、ね、分かった上でとにかくあの思い切った決断というの被害を最小限にするための決断というのを、まあ、あの政府も取ってほしいのですがちょっとそういうのは今、政府にはないなという感じがこうします、ね。多少の犠牲をを伴っても体制を救うと いうその姿勢はやはりこう欲しいなというふうにこう思いますはいまあちょっとあの脱線しましたけれども、まあ、決断というのはそういうことで、まあ、何かを断つと、ね、いうことを意味しています、はい、ですからねこう何かこう新しいことをやるためには一般的にはそれままでにああった何かをこう断つ必要がありますそれはね我々の体というのは一つしかないから一度に一つのことしかできないと いうことがあるからなんですね、はい、まあ私はこう中学校の野球部をこういやいややっていてこうやめられずにいた後悔がありましたそれでそれからは思い切って断るということを大切にしてきましたまあ、いくつかあるのですがとにかく一番大きいのは教員を辞めたということですねそしてギタリストになったということですそれであのまあ その思い切って立つということはなかなかた簡単にこう立つことは人間できないからということがあるわけですけれどもなぜですね人は立つことを恐れるかというと得るものよりこう失うものの方が多いからではないかなというふうに思いますあ、まあ、失うものの方が多いと考えるからですね得るものより失うものの方が多いのではないかと考えるからだと思います例えばお金を大きく まあ減らすのではないかと収入が大きく減るのではないかあるいは、えー、と今までいた人間関係がいなくなって自分1人になってしまうんじゃないかというふうに頭の中で考えるからだと思います、はいまあ、しかしです、ね、これはまあ理由はちょっと分かりませんけれども私の経験ですけれども、えー、と確かに失うものはあります先ほどの,あの中国の洪水の例で言いますと 被害がゼロとといいいうことは、まあ、ななでですす確かにないですしかしトータルで考えると思い切ってそれまでの環境を断って新しい環境に飛び込むことでトータルではこう得るものが多くて幸せな人生を送れていますでそれらのこう今までこう決断してきた中でやめときゃよかったなということはまあほぼありません まあ小さい買い物とかそういうのはありますけれども大きい決断の中ではあの後悔していることは基本的にこう記憶にはないですほぼありません、はい、そしてですねこう今ですね世の中がこう大きく変わろうとしていますそして私たちはですねまあ今まで通りの生活と いううのはこうなかなか送りづらくなっていますので今まで以上にこう一人一人が決断をこう迫られているなというふうに感じています私も感じておりますそしてこうそういう時にですね世間体ばかりこう気にしているとこう周りにこう振り回されたり流されてしまう人生になってしまってもう決断をぐずぐずしていないとあっという間にこう人生が終わって、えー、私の野球部の頃のようにこうつまらない思いでこう 人生を過ごすすようになってしまいまいですからこうまず世間体とかはもう気にしないでというより周りの人はこうあなたのことをそんなに気にしていないですし本当に大切な人というのはどんな決断をしても絶対ついてきてくれますからあのまあついてこなかった人はそういう程度の人間関係なんだというふうに割り切ってですねとにかくまず自分の魂が喜ぶ生き方を最優先にして世間体とかじゃなくて。 自分の魂が喜ぶ生き方それをまず最優先にして自分にとって最良と思える人生をね思い切って選んで進んでいってほしいなというふうに思いますもうとにかくあのー、これからはねそういう魂の喜ぶ生き方というのをとにかく大切にね、えー、一人一人が自分勝手ということとは違います。 あのみんなと仲良くはしていきますけれどもそれはねあのやはり自分が幸せにならないと他人も幸せにすることはできませんからですからまず自分の魂が喜ぶ生き方を最優先にして生きていってほしいなと思いますそうすることによって周りの人も喜んでくれますのであの変に世間程度は気にしないでとにかく、えー、思い切った決断をね今後もみんなでしていって楽しい世の中に。 していいいいいい、ければいいなという,ふうに思います。はい、最後までお聴きいただきありがとうございました。今日も一日元気でお過ごしください。ありがとうございました。